はい、で続きましてですね、今この目の前で使っている水槽のようにこのスポンジフィルターを使っていくためにはこれですね、この状態で輸入をさせていただいているので、まあ、加工をしなければなりませんと。でなのでこの加工を実際やっていきたいと思います。でこういうものがあるんですよね。これもあのメルカリで販売をされていたので、まあ、購入をさせていただいたんですが、このスポンジにとかベルトとかに穴を開けるなんかカッターというか、まあ、みたいなもので、これにですね、これを使ってこのスポンジに穴を開けていきたいと思います。で結構こう力強くグリグリ回していく感じですね。はい、はい、でそうするとですね、まあ、このような形で穴が開きますので、まあ、正直そんなにめちゃくちゃ綺麗な穴ではないですね。これは申し訳ないですね、本当に。綺麗な穴ではないです、綺麗な穴ではないんですが、このフィルターベースに挿して使う分には、まあ、十分なの で実際にこうご購入とかをいただく際にはこの端材ですね、この今穴を開けて出た端材に関してもちょっと これはあれですね、今日はカメラもあれだったのでちょっと余計あまり綺麗な穴にはなっていないんですが、この端材に関してもお付けはさせていただきますし、不要ということであれば全然、こちらの方で処分はさせていただくんですけれども、必要に応じてこの端材も個別で販売とかっていうようなことは しませんので、これを付けさせていただいてですね、なので、このスポンジにかかる、お値段からのロスはそういう意味ではないですね。丸々1個ご購入っていうような形にはなるので、不要ということであれば別なんですけれども、まあ、そこでこう何かロスをさせてしまうような形にはならないですというようなことですね。でもうちょっとですね、カメラもなくて集中してやれば これぐらいまではちゃんとできるので、そこはご安心いただければと思います。はい、実はこのような形で、穴を開けましたというようなところですね。はい、でですね、まあ、穴を開けてじゃあ今度、まあ、フィルターベースに連結をしていく部分なんですが、こんな感じですね。これどのようなこれフィルター、どのようなっていうとあれか、多分新竜さんとか、あと大体のフィルター、おそらく大体のスポンジフィルターで、このフィルターベースっていうのは、ほぼほぼ規格が一緒なので、皆さん手持ちであるものでもそのままご使用可能だと思いますし、もしこのフィルターベースも、一緒に欲しいということであれば、当然これもセットみたいなことも、できますので、そこに関してはお気軽にご相談いただければと思います。はい、でこのフィルターベースを、ま、通せばすぐに使えるんですけれども、これはネットとかにも載っているんですが、この下の下側ですね、この下側にちょっと簡単な改造をすればエアストーンが付けられるので、ちょっとやってみたいと思います。めちゃくちゃ簡単です。これニッパーでこのフィルターベースの裏側のこの軸とでも言えばいいんですかね、これなんて言えばいいかわからないんですけれども、軸みたいなものを切り取ってあげるだけですよね。はい、するとこんな感じのこの軸が、まあ、切り取れますので、でそうするとここにぽっかりと、穴が開きますと。でこの今切り取ったものを一つと、切り取っていない状態ものを一つ
用意することで、この切り取っていない方のフィルターベースにエアストーンですよ、あのエアストーンを差し込むことができるわけなんですね。例えばこれも今回このヤバいスポンジ用にちょっと新たに輸入をさせていただいた気持ちちょっと大きめなエアストーンです。であとまあこういう、銅製のものとかもあって、で当然、日本国内でご購入が可能な、このプラストーンですよね、多分これ水作さんとかそういうやつだと思うんですけれども、のものをこのフィルターベースの切り取っていない方のベースに差し込むことができるんですね。でこれもちょっといろいろ調べたんですが、だいたいこの穴の直径が、3ミリぐらいなので、例えばこの先ほどの銅のエアストーンであればちょっとクッと入れてあげることで、まあ、こういう形で装着をすることができますと。で次にまあプラストーンですね、プラストーンだとまあこういう形になりますというところですね。はい、でこうクッと差し込んであげると、まあ、こういう形でエアストーンを装着することができるので、それを先ほどこの、ここの軸ですね、軸をカットしたフィルターベースと連結をさせます。で連結をさせましたらば、この台座ですね、底の台座、この重りが入っている台座と、あとこの下の台座の、なんかこれ結構部品が分かれてて名称が分からないですよね。この台座を支える下のベースとでも言えばいいんですかね、下の蓋とか下のベースをまあ差し込みますと。はい、でこのような形で差し込みますね。こっちからも差し込めるんですが、この高い方を下に向けますと。でさらに、先ほどエアストーンを装着したこの中のベースを差し込みますと。でこの中のベースを差し込みますと、でこの中のベースを差し込めば、あとはもうこの穴を開けたスポンジをですね、まあ、このような形で装着をしますと。で装着をしましたら、まあ、こういうような仕上がりになるわけですね。装着をしていきますと。で最後にですね、この上の蓋、上のベース、上の蓋、ちょっともうもはや名称がわからないんですけど、こっちですね、上のこの蓋ベースをまあカチッと装着をしてやることによって、まあこういった形でこのヤバいスポンジフィルターが出来上がりますというようなことになるわけですね。はい、こんな感じですね。はい、でまあ、以上がですね、このヤバいスポンジフィルターですね、ヤバいスポンジの、まあ、ご紹介になりましてですね、で、まあ、動画だとやっぱりかなり長くなってしまいますよね、かなり長くなってしまうので、まあ、なんかインスタとか、別にこの YouTube でも何でも結構なんですけれども、まあ、もし本当にご興味がある方がいらっしゃったら、お気軽にお問い合わせいただきたいですし、そういったところでやり取りをさせていただいた方が、より細かいご紹介であったりというのも、まあ、可能かと思うので、本当にお気軽にお問い合わせいただければ大変ありがたいなというふうに考えております。であと実はですね、今回、こういったより細かいタイプですね、これはおそらくもうそのままなんかネットかなんかに入れていただいて、それこそ外部でも上部でもいいと思うんですけれども、まあ、あるいは別にネットに入れて水中、今この水槽の中に放り込むような形で、使っていただいても結構だと思うんですけれども、まあ、よりこの小さいブロックの、やばいスポンジ、
っていうのもこっちはあの数がかなり少ないですね。あんまりこれは輸入してないですね。あのちょっとどれだけ需要があるのかっていうのが見込めなかったので、数は少ないんですが、こういったタイプのものもあるので、まあこちらもやっぱりご興味がある方がいらっしゃれば本当にお気軽にお問い合わせいただければというふうに考えております。はい、ではちょっとかなり長い動画にはなってしまったとは思うんですけれども、まあ、やばいスポンジフィルターのご紹介に関しては以上となります。